笑いというのは今ちょっと慣れた感じでしたから、ね、あ、そうですか。みんなをキープしたわけです。ああ、ええ、どうも、なかなか打っております。あと行きました。あと2位上がった。あと攻撃、あと攻撃、あ、2位、3名を追っています。左右、3名、2位、上がった。ホームは長い身を伸ばしまして、可能性に足を離せて、あと45秒です。第10ラウンド、ホームもよく手を出しております。左目、時間に逃げきました。ホーム、ノーボータル場内の声援です。うまくな左を打ちました。ボディを崩れました。ちょっと腹が、ちょっと疲れました。疲れも心配です。時間もあと10秒。第10ラウンドあと10秒。クリンチです。あれだ。時間がほとんどありません。ゴング、ゴング、第10ラウンド。ちょっとゴングの反撃を見せました。このラウンド、林さんが5対5でやります。インスタントコーヒー協力3社の提供でお送りしております、3分の2終わりましたね。あ、もうこれからは大暮らしですね、はい、ちょっとどうも9、10とラウンド後半手数が少ないのは気になるんですけど、はい、林さんどうご覧になりますか。あ、まあ、そうですね、はい、中盤後半に入りましたから、まだ後半の手数が少なくなったようです。どうになりました。第12ラウンド、あと、あと4つですね。戦ってもらいたいところですね。8ラウンド、9ラウンドと非常にいいパンチ、右が当たりましたが、その後10ラウンド、11ラウンドちょっとフォームを盛り返しています。この一戦に全てをかけます。ポーン、ちょっと多くなりましたね。多くなりましたね。あの数がちょっと足りなくなった気がしますが、原田もう一発で倒すという選手じゃないんですからね。そうですね、ちょっと見てみ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 て、1万円なくちゃダメなんですか。リーチが長いのでちょっと待てばちゃんと顔面を振ります。2枚の試合と違って、距離をきちんと取っておりますね。はい、取ったことはもうすでに過ぎます。まだ1枚だ。しかし、クレンチです。この左ジャブ。10チャンスを生み出す陣足投下に見えました。速射砲はちょっと今日は後半なりを攻めています。ただ、左ジャブを顔に入れます。もつれました。離れ際に身を振ります。まだちょっと疲れたような表情です。気になります。あと50秒には追い詰めますが、ちょっと手数が少なくなりました。原田心配です。あと終わりました。顔面に当たりました。原田もちょっと向かいました。やめてこう、ここが攻めないと思います。反射当たった。時間がありません。あと15秒追い詰めました。時間がありません。前を取ってますね。あれはまずいですね。もう少し突いてる。何でわからんもんですね。はい、あ、もう無理です。
を見ているわけですが、どうなってきますか、どうなるかね。金ピッチが張り切っているだけに、あと3ラウンドこうなります。ちょっとリーチの差が表面出てくるような感じがしますね。こうなりますと、これがまずい。もう歩いていけばいいんですよ、歩いていけばいい。歩いていけばいい、誰かの勝因がないんですよ。レイアップは打ち上げるだけ、まだ甲子園出ます。歩いていけばいいですよね。決定的なパンチが欲しいと思います、原田。これね。ほら、締めました。うまく足を使って、方向を使って逃れましたと、この辺の場合とはちょっと違います。勉強しましたね。とにかく回って逃げられるということですね。今日の強みはそうですね。この前はもう完全に釘付けになっているんですね、はい、足が止まれば完全に原田のものでありますが、回って動きますと、お客は騒ぎましたが、しかしこれほど有効なパンチとは思いません。少しでも南アウトあれがジャックストレートがですね、はい、ジャブです、はい、あれがね、これまでと半分も出ておりません。そうですね。これが左のボテークローですね、はい、これも出ておりません。3名打たれましたね、あれがどうも、まあいいね、お客さんの目にはテープの影響だと映るようです。オープニングと捉えておりますからね、はい、これだけもう不利ですよ、はい、